糸を紡ぐグレートヒエン D118 は1814年10月19日に作曲されたフランツ・シューベルトのリート。詩はゲーテのファウスト第一部を出展とする。この詩には他にカール・レーベ、ルイ・シュッポは、リハルト・アーグナー、ミハイル・グリンカ、ジュゼッペ・ベルディなどが曲をつけている。シューベルトにとって初めてのゲーテ歌曲であるとともに、 この曲をもって、ドイツリートが誕生した、と評される。グレートヒエンは紡ぎ車を回しつつ、ファウストとその口車を思い浮かべて口ずさんでいる。ピアノ伴奏の反復リズムは、歌詞に応じて紡ぎ車が早まったり、遅くなったりする様や、グレートヒエンの気も狂わんばかりの興奮を描写し、恋する、娘の動揺や、悪魔の誘惑を効果的に暗示している。 グレートヒエンのセリフがそのまま歌詞とされているので、明らかに女性のための歌曲であり、上記のような特色から、ソプラノとピアニストにとって意欲を求められるレパートリーとなっている。代表的な歌詞として、エリーザベト・シュバルスコップや、ジェシー・ノーマン、グンドゥラ・ヤノビッツらが挙げられる。なお、シューベルトは1817年に同じく第1部より、ファウストとの愛欲の末に、 罪の意識に苛まれる、グレートヒエンの独白への作曲を試みたが未完に終わった。グレート編 a エム・シュピンダーだ、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテ。ありがとうございます。